皆さんこんにちは、今私は屋久島の栗尾に来ております。で、栗尾のお墓に来てますね。屋久島の栗尾の郷土墓地にあります、お墓を訪ねております。では、どの方のお墓を探しているのかと言いますと、昔の人の江戸時代の人のお墓を、ご紹介したいと思います。では行きますよ。ここは栗尾集落です。見えますか、あのお墓。好きにあるという人も言われるかもしれませんが、今の新しい墓もありますが、この黄色い石ですね、見えますか、わかりますか、黄色い石、これはあの江戸時代のお墓です。江戸時代、明治もありますね、そういった古いお墓が残ってます。見えますか、この黄色い石、黄色く見える石、これはあの指宿の山返しという石で、加工しやすいんで、お墓の石によく使っているというふうに言われています。この黄色い石は指宿の山返しというふうに言われています。で、今日は、どの方のお墓をちょっとお伝えするかと言いますと、ちょっと失礼します。若ちゃんとお花が備えられておりますが、この方のお墓見えますか、ちょっと見えにくいですか、ね、この方は薬丸長左衛門兼武という方の人物のお墓です。で、この方は薩摩藩の流派にあります次元流の達人なんですね。この次元流の達人の師範されてまして、流派があります。その中で、薬丸流という、流派、その方の、その流派の師範をされてました。で、ところがどういうわけなのか島流しにあってるんですね。で、これはその後いろいろ言われてまして、対立する流派の人間に失脚させられたんじゃないか、そんなことも言われてます。で、この人はこの栗尾で亡くなられております。息子さんが駆けつけた時にはもう危篤状態だっていうふうに言われてまして、ここで亡くなられたんですが、その間ずっと、県の指導をされてたということも言われております。この人の人生はいろいろあったことでしょう。しかし江戸時代、その剣術指南役をされてたこの薬丸流派のトップがこの島に流されてきて、ここで亡くなられる、そういう人生があったわけですね。いろんな人生がありますが、特に、ドラマティックな運命を感じます。本日は見ていただきありがとうございました。薬丸長左衛門兼武様、ありがとうございました。